はい、今回、クラウトの解説をしていきます。で今回はね、一度クラウトで、今回私はツイッターアカウントで紐付けを行ってログインを行いました。ログインするとこういった画面になるかなと思います。まあ、Facebook でもツイッターでもね、ログインするとこういった画面になっていきますよね。今回ね、ツイッターがメインになっているわけですけども、ツイッターでログインを一度はね、してみてください。ツイッターでログインすると、こちら。 こういった画面、エクスプロアスケジュールってこういうね、管理画面に行くわけですが、最初行ってほしいのはね、セッティングっていうところですね。セッティング。こちらをクリックしてください。そうするとね、個人情報がまず、プロフィールというところ、ここを見ていきましょう。そうするとね、名前が入っていると。で、まあ、ジェンダーということで、まあ、性別なんでね、フィメール、メールなんで、まあ、男性の場合はメールということですね。で、でここのランゲージですね。ランゲージ。ここは、 本当はね、ジャパニーズにしたいんですけども、ないんですよね。フランス語とか、英語とかしかないので、英語にしておきましょう。まだ日本語対語対応といしてません。で、カントリーですね。こちらはまあジャパンになってるんですけども、なってばな、ない場合はね、ジャパンとしておいてください。ね。まあ、バースデーもね、まあ、2のものを設定してみてください。まあ、ここはね、こだわらなくて大丈夫です。ただね、 気持ち悪いのを設定をしていきましょう。はい。ここまで、ね、終わったら、ここまでで大丈夫です。ここまで、ね、カウントリーだけで最低限大丈夫ですので、ね、セーブチェンジを行ってください。はい。そうするとね、Your s e t t i n g は Successfully Updated に出てきますので、こちら、プロフィールの設定が完了しました。